どうもこんにちは、吉田です。 YouTube 動画撮影に使う手軽に改造できる自作パソコンが1台欲しいです。メイン PC やサブ PC は毎日使っているので余計なことしてトラブりたくありません。我が家のジャンクパーツ置き場から使えそうな PC パーツを探しました。引っ越す時に大部分を捨ててしまったんですが、残しておけばよかったなと少し後悔しています。普通に自作 PC を組み立てても面白くありません。今回のは遊ぶ用 PC なので、ベニヤ板と木片を使ってベニヤ板 PC を作ってみることにしました。まな板とかベンチ台と呼ばれる検証用 PC ケースを木で自作しちゃおうという作戦です。ぶっちゃけた話をすると、最近お金を使いすぎて金欠です。ケースを買う金がありませんでした。ベニヤ板と木片はダイソーで1個100円、固定用両面テープを合わせても400円で作れるので、お財布に優しいというわけです。使うパーツを簡単に紹介します。昔使っていたものなので結構年代物になります。正直ちゃんと動くかも怪しいジャンクパーツです。マザーボードは MSI のミニ ITX マザーボードです。第4世代 Core i シリーズ向けとしては最廉価な H81 チップセットを搭載した安物です。メモリーは DDR3 の 8GB×2枚の 16GB です。 H81 チップセットの MAX が 16GB なので最大容量です。 CPU は Core i7-4770 です。シネベンチの値が690くらいなので、僕のサブ PC に使っている最新の Core i3-8100 と同じくらいです。消費電力は高いですが、まだまだ現役で使えます。 CPU クーラーはサイズ製です。確か純正クーラーの取り付けピンが折れて代わりに買ったものだと思います。 Amazon で872円で売っています。 Core i7 用としては非力すぎる気もしますが、まあとりあえずこれを使ってみて、ダメだったら新しいものを買おうかと思っています。電源はコルセアの 650W 電源です。線が抜けるやつです。結構古い製品なんですが、冷却ファンの音がうるさいのでいまいちな記憶があります。 SSD は3つありました。インテルの超古い 120GB 品と OCZ の 60GB 品、東芝の 256GB です。東芝の SSD は新しいノート PC を買った時に乾燥用として使う予定なので、今回はインテルの 120GB SSD を使うことにしました。調べてみたら6年前に発売されたかなり年代物でしたが、まだ壊れていないと思うので使おうと思います。実はベニヤ PC を作るのは初めてではありません。マイニング用 PC やブログ公開用のウェブサーバー用に何回か作っているので、そこそこノウハウはあります。作り方ですが、まず部品の配置を決めます。厚めのベニヤ板にパーツを実際に置いてみて、大体の位置を確定させます。ちなみに使っているベニヤ板はダイソーで100円で売っている MDF 版で一番大きいものです。確か 40cm×30cm です。これがミニ ITX マザーにはちょうどいいです。パーツを固定する部品は木片です。これもダイソーに売っていて、たくさん入って100円、小さいものと長細いものを2種類用意しました。昔は金属の L 字金具を使っていたんですが、1個100円くらいするのでコストが高いのと、ショートするリスクがあるので今回は木片にしました。マザーボードはガタガタするので足がつけてあります。ケースに固定する時のスペーサーを使っています。場所が決まったらあとは固定するだけです。木片の固定方法はいろいろありますが、今回は両面テープにしました。超強力両面テープというのが売っているので、そういうのを使います。両面テープかよって思うかもしれませんが、剥がせないくらい強力にくっつきます。おすすめは 3M の超強力両面テープですが、今回はダイソーに売っていた100円のものを使いました。ダイソーのは明らかに 3M より粘着力が弱いですが、木片をくっつけるくらいなら十分な強度がありました。右側のスペースが余っていて違和感があるので、 OCZ の 60GB SSD を外付けハードディスク化して設置しておきました。バックアップ用というか見た目のためかな。完成がこちらです。製作費400円でこの出来なら大満足です。当然ですが、縦方向は固定されていません。部品の交換は自由自在ですし、木片も思いっきり引っ張れば剥がれるので、位置を変えるのも容易です。完全に固定したいのであれば、穴を開けてネジ止めしたり、両面テープでくっつけたりすればいいと思います。
配線です。 SSD とマザボに電源をつないで、マザボに CRATA ケーブルで SSD をつなぐだけです。ベニヤ板 PC を使う場合は電源のケーブルが抜けるタイプのがいいです。直付けだとごちゃごちゃします。余ったケーブルは結束バンドで固定しておきました。パソコンを動かすために必要なものがもう1個あります。電源スイッチです。普通はケースにスイッチ機能がありますが、ベニヤ板 PC にはそんなものないです。でも問題ありません。電源スイッチは2つのピンをショートさせるだけで OK です。極論を言えばドライバーなどでピンをショートさせれば電源がつきます。僕は家にあった電子工作で使うジャンパー線を使いました。電源ピンに挿して線の先のピンをショートさせると電源がつきます。一旦仮でこうしましたが、いずれはちゃんとしたスイッチをつけたいと思います。ちなみに PC 用のスイッチですが、 Amazon で安く売っているので、そういうのを買ってもいいかもしれません。起動できるように配線しました。コンパクトでいい感じだと思います。持ち上げやすいように足もつけました。線を通すこともできます。起動させてみます。ジャンク的なパーツで組み上げたので起動するのかなとちょっと心配でしたが、ちゃんと起動しました。でもなぜか戦闘 OS が起動。どうやらおまけで付けた OCZ の 60GB SSD の中に戦闘 OS が入っていったっぽいです。この戦闘 OS は多分サーバー用なので GUI がインストールされていませんでした。とりあえず BIOS を起動してちゃんと認識されているか確認しました。 Core i7-4770 メモリー 16GB インテル SSD が認識されていて問題なさそうです。一旦問題なく起動できることが確認できたので、今日はここまでにします。このベニヤ板 PC を使って今後いろいろと動画を撮っていこうと思っています。まずは OS ですね。 Windows はライセンス代を払う余裕がないのでフリーの OS かなと思っています。セント OS が入っていたからセント OS にしようかなと考えています。何かやってほしいことがあればぜひコメントください。チャンネル登録もよろしくお願いします。